皆さんこんにちは、ケンです。今日はタイトルにある通りなんですけども、グラベルロードのご紹介になります。この動画を作ろうと思ったきっかけはですね、まあ最近メディアでもグラベル特集が組まれるようになり、各自転車メーカーもグラベルロードの開発に力を入れております。日本ではまだまだロードバイクの人気の方が強いんですけども、グラベルロード乗りも今後増えていくと思いますし、まあ、私のチャンネル見てる方の中には、 グラベルロードに興味を持った方もいると思います。グラベルロード好きの私が選ぶ予算20万円で買える初めてのグラベルロードおすすめ3選をご紹介したいと思います。条件はこのようにさせていただきました。今までたくさんのグラベルロードも試乗してきました。その中で実際に私が乗った中で良かったなっていうものを今回絞ってご紹介いたします。 個人的な感想ですので参考程度に聞いてください。この動画を作るにあたってちょっと私原稿を作成してましてそれを読みながらの説明になります。あらかじめご了承ください。それでは行ってみよう。ではまず1台目ということで迷いに迷って初めて買ったグラベルロードになります。ガノのガリバルディ G2 になります。こちらは価格が159,500円になります。 一言で言うと、コスパが良い,いグラベルロードになります。スペックなどをちょっと説明していきます。まず、アルミフレームでできております。フォークはカーボン素材。そして、油圧ディスク。10速の GRX が搭載されていまして、オフロードでのチェーン暴れを防止するリアディレイラーもついております。タイヤは、極太の WTB650B×47C、C バイウェイですね。比較的良い,いタイヤがついてます。 こちらのバイウェイはですね、セミスリックのため、オンロードでもオフロードでもとても使いやすいです。完成車についている WTB のリム、そして今紹介したバイウェイっていうタイヤはですね、チューブレスレディになります。えー、ですので、リムテープ、シーラント、チューブレスバルブさえ買えば、簡単にチューブレス化できます。少しの予算で、まあより乗り心地が良く、パンクしづらいカスタムもできます。 フレーム自体にダボ穴が多く私はキャリアなどをつけて、まあ、バイクパッキングや日帰りキャンプツーリングなどに使用しておりました冒頭で述べたようにこの仕様でこの価格っていうのはグラベルロードの中で比較してもコスパは相当いいです、まあ、このガリバルディ G2 があれば趣味で使う分にはいろんな遊び方ができるグラベルロードになりますということで1台目はガリバルディ G2 でした 2代目はニカシオプラスになります。こちらは119,900円税込みになっております。黒、えー、モリフレームに黒モリフォークがついており、ブレーキシステムはメカニカルディスクです。変速は急速になります。ニカシオプラスが10万円近くで買える理由としては、その今言ったメカニカルディスクと変速段数が急速っていうところに影響してると思います。タイヤは WTB のホライゾン 47C がついてます。 ホライゾンっていうのがオンロード向けのタイヤになります。ただし 47C っていうのはグラベルロードの中でも極太の分類になるんですけどもスリックに近いタイヤなんですけどもその 47C の太さがあることによってオフロードでも安定して走ることができます。2カシオプラスは黒森になるんですけども黒森独自のしなりと極太タイヤの組み合わせっていうのが非常に乗り心地がいいです。 これはアルミやカーボンでは体験できない乗り心地ですので、ぜひ乗ってみてほしいです。ダボ穴も多くて、キャリアもつけれます。バイクパッキングやキャンプツーリングにも向いてる一台となっております。好みにもよりますが、見た目も黒森フレームならではの形状で、とてもかっこいいです。三つ目に紹介するのは、GT のグレードアロイエキスパート。162,800円になります。 こちらはアルミフレームにカーボンホーク。ブレーキはメカニカルディスクになります。今紹介した中では一番金額が高いんですが、えー、こちらは11速の105がメインで搭載されています。11速ということで、現状カスタムとかがすごいしやすいです。なのでカスタムしていきたいなっていう方にもおすすめの1台となっております。タイヤは WTB の 700×37C。紹介した中では 一番細いタイヤにはなってくるんですけども、個人的には37とか38、あとは40シートになます。オンロードでもオフロードでも使いやすい分類だと思います。WTB のタイヤはチューブレスレディです。リムもチューブレスレディですので、簡単にチューブレス化もできます。さらに、ちょっとおまけ的な話にはなりますが、ペダルにハーフトゥークリップというものがついております。 いわゆるビンディングペダルではないんですけど、フラットペダルに、まあ、つま先を止めておくものがついてます。これは人によっては、まあ、使わない方もいると思いますが、GT のこのグラベルロードの特徴の一つでもありますので、ご説明だけしときます。フレーム形状を見ていただくとわかるんですけど、シートポスト付近がちょっと変わった形状してます。これはトリプルトライアングルといって、簡単に言うと振動吸収性を良くしてます。実際に乗ってみたんですけど、 こちらのグレードアロイエキスパートっていうモデルはですね、軽快にも走れて、えー、振動吸収性もいいっていうような印象ですね。オンロードのロングライドとかにも非常に向いてるモデルになると思います。以上が私が乗ってきた、試乗してきた中でいいなと思うグラベルロードでした。3台を選ぶにあたって、えー、他にも候補になってたやつが何台かあったんですけども、 まあ特徴があるやつを選んだっていうような感じですね。例えば一番最初に選んだガリバルディ G2 につきましては、この価格で油圧ディスクと GRX、そしてチューブレス化もすぐできるっていうコスパの良さ、そして使い勝手の良さっていうところで私も買いましたし、採用させていただきました。ニカシオプラスは他の大手自転車メーカーとかで言うと、 まあ基本的には10万円から20万円っていうのはアルミフレーム、カーボンホークっていう組み合わせになる中で、えー、黒森を採用してます。もちろん黒森フレームいろいろ候補としては上がるんですけども極太タイヤと 黒森、えー、っていう組み合わせっていうところで他のクロモリフレームグラベルロードの完成車と比べてすごく乗り心地が良かったですもう少しってところを上げるとしたら、まあ、これが油圧ディスクだったら最高だったなっていうところですねでもメカニカルディスクにしてるおかげでこの価格帯で買えるっていうのは非常にいいと思いますで3つ目のグレードアロイエキスパートまずこの価格帯で105がメインで付いてるっていうところと このまあ16万円ぐらいのグラベルロードを比較したときに、もちろんタイヤの太さとかタイヤの種類とかもあると思うんですけども、反応がすごい良かったですね。反応もいいし、まあ、トリプルトライアンガルの効果で、えー、乗り心地もいいっていうところで、カスタム次第で非常に化けるグラベルロードだなと思いました。このグラベルロード、 3選は、えー、私の性格が出たと言いますか特徴があってコスパがいいものっていうものを選びましたね参考にしてください本日の動画は以上となりますご視聴ありがとうございました